輸送神社は、北海道函館市にある神社。旧社家具は孫社。伝説によると、京都区2年頃、一人の木こりが家に帰る途中、小高い丘の沼沢地で温泉を発見した。その後木こりが関節通を患い、その温泉を思い出し掃除したところ治った。これを感謝して、薬師如来を刻み小さな祠、薬師堂を建てて安置したのが、 輸送神社及び湯の川温泉の起源と言われている。以上は言い伝えだが、明らかな事実及び現存する社法によって、証明される由緒がある。教法2年の正木藩の調査によると、現那3年には湯座に、薬師如来を祀っていたとされている。女王2年、正木藩第4代藩主、松前高弘が難病を患だった。ある夜、母聖良院は、無国で、 正木城の東にあたって不思議に病に効く温泉がある。そこへ行けばどんな病気でもきっと治る。という神のお告げを受け、家来を向かわせたところ温泉を発見し、地下津丸を投じさせると間もなく難病が感知した。これを感謝して、正木藩は、女王三年に社殿を再建、黄金の薬師如来像を安置し、直径六寸三分のワニ口を奉納した。 箱館戦争の時五稜閣を占領していた榎本武明率いる軍は250名の小病兵をこの温泉で療養させたり、また榎本自らも時々使っていた。明治9年に孫社に列し、明治43年5月に湯沢神社安政3年4月建立を、同年7月に稲荷神社河江2年建立を行使した。明治44年改築。 現在の社伝は昭和16年に竣工したものである。函館市出身のアーティストゆきはアルバムホルムに収録されている楽曲魔法はまだにおいて自身の15歳頃の思い出をモチーフに作詞しており、歌詞の中で湯の川神社としてこの神社について歌っている。ありがとうございます。